はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人は、はじめまして、シラコングです。とうとうご飯ちゃん手に入りました。はい、まあ連続攻撃一択かなっていうのがあって、まあそうだね、ディフェンス大幅上昇とか狙えるんで、でこいつの強いとこって、まあ、5ターンの間、まあ、ダメージカットが 40% 上がると。で5ターン目以降はね、フィールド生成があると。でそうですね、あとは気力メーターによるダメージカット管理もあるので、なるべく18以上といっても、攻撃すればするほど、気力プラスになるし、アタックディフェンスも上がるということで、結構ダメージカット狙いやすいんじゃないかな。普通に強いですね。普通に強いです。まあ、今回こいつを使って、まあ、やっていこうかなと思います。まあ、基本的にでもフィールド生成もあるから、まあ、サブ起用かな、未来編のみなんで、まあ、こんな感じで、まあ、やっていけれたらなと思うんですけど、ベジトラリーダーにした理由は、このご飯ですねの変身を促すためっていうのもあるし、そのこいつリーダーにしちゃうと、絶望の未来がないんですよね。こっちは、まあ、こいつに関しては絶望の未来なんですけど、まあ、あとはベジトラでね、こっちは絶望の未来あります。なんでベジトラリーダー、会心率も上がるし、気力もプラスされるという風な感じですね。で今回極限 Z 覚醒したトラマイですね、まあ、これも入れていこうかなと思います。なんでかっていうと、未来編で染めてるからダメージカットも上がると。まあ、一般的にはこういったメンツがいいんじゃないかなと。あとはまあ候補として上がるのはムキンクスだったりとかね、あともう一体の、伝説降臨祭のトランクスだったりとか、技のトランクスだったりとか、あの辺が入るんかなと思います。まあ、あの辺入れた方がねいいと思うんですけど、僕ムキンクス持ってないんでね、そんな感じ、はい、かな、個人的にはね。で、ですね、もう一個、これロマン砲です。何がロマン砲かっていうと、このチーム強いのが、まあ、フィールド生成した後に、まずはこいつからいこうか。こいつ悟空がいると、さらにね、アタックディフェンス上がるっていうのもあるから、それを使って超火力、復活の超火力、貯めての超火力、それからファイナルホープ万歳ですね、あれでの超火力っていうふうな超火力パーティーです。これもねめちゃくちゃいいと思うんで、まあ、これもまた後日やっていこうかなと思います。まずはこっちをね、実際実戦でやっていこうかなと思います。さあ対戦よろしくお願いします。今回はレッドゾーンザーマスですね。超きちいかも、まあ、言うて油断したらやられるんで、ここのステージはなるべく油断しないようにやっていこうかなと思います。これだね、アイテムはちょっと使わさせてもらうよ、ごめんけどね。さあ性能とやらを見せてもらおうか。新型の性能とやら、鼻が出るわ。まあそうだな、ベジトラと力班の相性はいいんじゃない。まあ、あとは地のご飯とも多分つながると思うんですよね、変身後は特に。それを狙っていく、まあ、最初に関しては記録メーター管理と元のダメージカットと5ターンの間のダメージカットあるから、まあかといって結構使いづらい部分あるかな。ベージュトラマイ強っ。未来編で固めてるとはいえ、あそうそう、極限ね、トラマイは極限ね、トラマイ強いやん、相性良さげだね多分ご飯とも。まあでも今回はベジトラリーダーだから、あそこはちょっとね、気力メーター18を狙っていくのもこれはワンチャンありなのかもしれない。どうしよっかね、リンクこんな感じね、めっちゃ合うけどね、こっちだったらそこまでなんですよ。だからベジトラとすごい相性はいいかなと個人的には思います。見せてもらおうか、やっぱり見たいやんみんなね、見てもは見てんだ、頼むぞご飯。あーでも登場シーンまで見たかったな、まあいいか。これいいよね、魔漢交差砲を打ってくれるっていうのがまたね、ちょっと今回の運営はマジでオツを感じた、オツというかいいな、すごいいい、今回の運営はすごいいい本当に。すごい愛情というか、なんかすごい、なんかもう、ああなんか分かってくれてんなっていうのをすごい感じる。ただ思っ
ったんがどうなんだろうね、未来班って、まあ、追撃性能あるし怪人に振った方がいいかちょっと悩むよね。ただ追撃性能に振った方が守りの安定性はあるんだよ。ただ火力として見るなら怪人がまあ一択なんだろうねとは思うけど、まあ、かといってまあ超大幅上昇、まあそのなんつうんだろうな、火力がすごい伸びる、まあ伸びるとは思うんですけど、他の火力キャラと比べてどうなんだろうなって思うところはあるんで、そこが難しいところだ。どうなんだろう、難しい。最近のドッカンは平気で1000万超えてくるからさ、難しいよマジで。めっちゃ追撃するやんお前。どうしたん今日、なんかお前あれやん、ご飯がいるからってめっちゃやる気出してるやん、俺のこと見てみたいな勘弁してくれや。さあ、あれこれなんかアクティブあったっけ、こいつのアクティブなんだ、あマフーバか、あーなんかそんなあったな。まあマフーバするメリットはないので、でもディフェンス値高いのいいね。さあどうしたものかね、ロッテのトーポ。鼻がね、ごめんね、鼻がね出るんすわ、ちょっとほこりかな。地のご飯と力ご飯ちょっと組み合わせてみたいっていう願望もあるんだけど、でご飯が確か HP75% 以上で、うわよいしょ、 50% 以上だったっけ。まあ変身できると。ただベジットに関してはその逆をいくので何パー以下、75パー以下だっけ、こっちが50パー以上だっけ、だから60パーぐらいがちょうどいいんだよね多分、変身タイミングとしては。おーいいね、めちゃくちゃ火力出るやん、そしてめちゃくちゃ守れるやん、ちょっとビビるんやけど大丈夫。まあ、ブルー SS がおるからっていうのもあるんだろうけど、あこれでもこれ狙いたいんやけど、どう、ちょっとごめんな、これは狙いたい、ちょっとどれぐらいいけるかちょっと知りたいんでね。おー守れるやん、2万か、必殺技発動せずに。しかも行動前やからねこれあのザバスの火力を2万で抑えるあたりはまあ使えるんちゃうかなと俺は思うけど、どうなんでしょうねその辺、皆さん有識者、有識者会議、ナイス。まあでもどうなんだろうな、難しいよなこいつ自体。まあ18以上まあ生成されてる間、そうだな、20で確定必殺の追撃、18で高確率なんで、まあ、もしかしたらでも怪人の方がええかもしれんなこれ。怪人に振るべきだったかな、まあいいや。ベジットにいつなれるんだい君は。ちょっと一応アイテム使おうか、怖いからね、こんなとこで死にたくはない。どうしようかな、ご飯を変身させるのが先かベジットが先か、ご飯だね。怖え、これ必殺打ってきたら間違いなくあれだもん、ね、ガンマバーストフラッシュ、いいね、戦闘民族でいかに。ベジトラってまだまだやっぱこう思うとね現役なんだなって思うわ、うん、絶対俺的には極ベジリーダーより、ベジトラリーダーの方が今回の力ご飯は入るんじゃないかなと思う。まあそれは言う人それぞれ意見あるから別にノーコメントなんだけど、
俺はそう思う。リンク的にもね。うん。でなおかつそのフィールド生成してしまうとダメージカット率が下がるっていうのがあるから、そこをベジトラでスイッチしたらいいんちゃうかな。きたー、これがフィールド生成です。わ、これめっちゃ見たかったー。ちょ見ていい、これマジで俺さ初めて見た時泣きそうになって。まずこっちから行こっか。火力上がってるよ。70%から120%与えるダメージが増えてるからね。だからそれ倍率によってちょっと変わるんだろうけど。おーい、814万、いいね。1000万近くまで。これだよ、これが見たい。で今ベジトラアクティブ打ったから、味方のディフェンスも上がってると。これマジで鳥肌立った。必ずお前たちを倒す。おい、甘ったれてんじゃねえぞ。お前の力はこんなものじゃないだろ。生きてたらこうなってたんだろうな。生きてたらなって思った今。これもうほんまや、鳥肌がやばいいや、やばいっすね、これはもう泣きそうになるね。なんか鳥肌がすごいっす。でこっから力きだまへんか。でなおかつ気力メーターマックスで確定必殺だから、あと会心もあるんか。こっから強いよ。こっからまあ火力ブリブリだね。ブリブリ問題もそんな感じです。704万。マーキングサポー、うわー火力めっちゃ出る。あーでもそしたら追撃の方がええんかな。会心も考えると5ターン目以降で火力要因、最初は5ターンの間はもう守備要因と考えていいんかな。そうなるよね。5ターン以降でその5ターン台の生成だったっけな。だからそこまでね正直ね、あのターン数ってねかかんないんですよ。だからここで蹴りがつく。うー、ブリブリ問題も危ねえ危ねえってか別に、え、トラマエ強いない。普通に極限トラマエ、こいつバチクソに強いんやけど。なんだこいつ。 30% カットあるとはいえど、ま、倍率が高いっていうのもあるんか。で未来編カテゴリー入ってやからさらに倍率高いか。さらにアタックディフェンス大幅上昇だからバチクソ強いですね。こいつマジで必要やな。うん、必要だね。あ、そうそうそう。でまあフィールド生成自体は正直、5ターンの間だなんですよね。だからあでも正直それぐらいにはもうレッドゾーンも終わってるんで、まあもしかしたらその必ず会心のことも考えると別に連続攻撃ブリブリでもいいかもしれんな、これ。ああさあ、超火力とはいえど、こいつ上げてないけどな、まだ。微塵のたりとも上げてないけどな。ちょっと。ざまあねえな。はい、まあ、てな感じでいかがだったでしょうか。今回。未来班使ってみました。そうだな、個人的にはめちゃくちゃ強いと思います。はい、まあ、行動前のあれでザマソのアイテムで2万ぐらいに抑えれたんで、まあ、トッツすればもっと抑えれるんでしょうけど、まあ強いんじゃないかなと個人的には思います。で魅力としてはそうですね、ベジトラと組ませることによって絶望の未来が発動するので、まあ最初はベジトラ真ん中とかでもいいし、その5ターン、ベジトラもちょうど5ターンぐらいで先頭にスイッチしなきゃいけないので、そこはうまく活用していくっていう風な感じで、例えばご飯がダメージカット率下がってんであれば最初にもうベジトラをスイッチングしていく。だからそこのスイッチをうまくできるのが、まあ、このパーティーの強みかなと思います。であとトラマイがバチクソに強かったです思った以上に。
フリー属性とは、まあ、ダメージ型アイテム使ってるとは言えど、フリー属性に相手に8万ぐらいで抑えるのはちょっとビビった。普通にビビった。で、そうだね。あと何を言おうかなと思ったんですけど、そうですね。まあ、極ベジリーダーではないですね。ご飯を起用するなら。サブで、なおかつ、まあ、ベジトラであったりとか、まあ、あと、ムキンクスとかいるといいかもしれない。ムキンクス僕持ってないんでよくわかんないけど、いるといいかなと思いました。はい。ってな感じでご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん。バイチャイ。